はい、みなさんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、はい、俺の声ダブってんな、オッケー、大丈夫、ダイダラです。レイトン教授じゃない、レイトンミステリージャーニーね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日からスタート。いやもう、これを始める15分前に何するかなって悩んだ末にこれに決めました。レベル5やっていきましょう。ワコダラでーす、ワコダラでーす、ワコダラでーす。まあ、基本的にこのゲームどんなゲームって言われたらね、謎解きゲームです。謎を解いて、どんどん進んでいくっていう、多分そんなゲームだと思います。やっていきたいと思いまーす。よろしくお願いしまーす。ワコダラでーす、ワコダラでーす。いや、俺ね、結構謎解きゲームはね、定評があるというか、いや、もうやっぱ、ね、にじみ出る知性というか、ね、知的な男、ダイダラ。そのね、片鱗をこのゲームで味わっていただけたらなと思います。これめっちゃ簡単だぞ。またまたまたご冗談を。ちょっと待ってね。うん、よいしょ。ちょっと、BGM はゲーム実況ですので、多少ちょっと小さめでいきたいと思いますので、これをご理解くださいませ。では、始めていきましょう。名前決めてくださいだって。さあ、みんな皆さん覚えてください。僕の名前は、知らない方はね、100回ぐらいね、暗唱してください。だ、い、だ、ら、覚えとけよー。始めていくぜ。英国紳士としてねって、そうそう、昔あったね、ほんと。誰じゃない。ダイダラです。覚えて帰ってください。ね。さあ、このゲームの登場人物は全部フィクションです。このゲームは本体時間とかも使います。よろしくってやつ。OK。レイトン教授シリーズは1、2、3、4ぐらいはやったことあります。結構やったことある。で、スイッチ版、レイトン教授の娘なんだっけ、この子って。ねえ、カトリーヌ、カトリー、わかんない、名前。これマジわかんない。ごめんなさい。私知らないんですけど、それパパです、レイトン教授。英国紳士としてね。どこに行くの？うん。パパ？カトリーナ？カトリーナね。オッケーオッケー、ありがとうございます。はい。パパね、レイトンシリーズはいつも声優が、俳優だったりするんですよね。だから、ね、声優感はない感じで、ですので。てか、靴履いてねえやん、この子。おいパパ靴下くらい履かしたれや、靴履かしたれや、靴下じゃないわ。うわ虐待。ねえ、ネグレイトやったんでしょうかね、ほんと。あら。靴履かなきゃ。いや、裸足の原価じゃない。ネグレクト、あ、そうそう、ネグレクト。ネグレクト。あら、ちゃんと駆使して。うん、はいはい、いいですね。お着替えしちゃおーっと。今日の服は、ちょっと、音楽大丈夫かな、音楽大丈夫かな。なあ、ちょっとこれ、引っかからない、引っかかりそう。ちょっと、ちょっとだけ引っかかりそう。ちょっと、音楽下げるわ、ごめん。YouTube 怒られそうだから、ちょっと音下げるわ、これ。だもしかしたら、俺のチャンネルが消えるかもしれんから。ねえ、BGM くす、BGM 消しとこう、ここ。ねえ、歌はやばい、歌はやばい。歌はやばい、歌は。歌はやべえんだって。歌はやべえんだって、YouTube。ほんと。なあ、だからちょっとここ、あかん、落ち着け、落ち着け。落ち着けないなら。なあ、大丈夫、大丈夫。だ、あ、自分で歌ってくれよ、みんな。聞いてくれ。セレイトンミステリージャーニー。歌はやべえんだって。YouTube で歌はやばいんだって、ほんと。ねえ。いや、もうセルフで、ここどこですか？駅の道教えてください。え、違う？探偵だよね、探偵。うん。気をつけなきゃダメだからね、ほんと。何今、説教に追われたよ？ねえ。このゲーム何なの？すごい、顔が四角ってね。西野カナはさすがにダメでしょ、皆さん。ねえ。ほんとに。喋ってたら大丈夫だよ。だから、ちょっと喋り多めでいきましょう、ここは。大丈夫。パパと私、靴履いてる。履かせてもらった。靴買ってくれてありがとう、パパ。違う？ねえ。ほうほうほう。レイトン、なんたらなんたらって。ここ自分のお店ですかね。うん、よかったよかった。焦って早口だって。だから早口だってね、音楽を聞こえないようにしてるっていう、そういうとこあるよね。さて、はい。ロンドンで、一番素敵な通りで、探偵事務所を始めました。始めました。はい、大丈夫です。もう大丈夫です。あ、ボタン押しますね。どんな謎もすべて解明します。はい、それが我がレイトン探偵社のモットーです。ほう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 、レイトン探偵社ね。果たしてこれからどんな謎に出会えるのでしょうか。
期待に胸が膨らみます。ああそうか、胸が膨らむ、胸大きいのかな。セクハラじゃないですよ。時間ができたら遊びに来てください。誰に送ったんだろう。親愛なるルーシー、ルーシー、カトリーエイル、レイトン、カトリーエイル、カトリーエイル、ね、カトリーしか覚えてなかった。カトリーエイル、はい。ということでやっていきましょうか。プロローグ、未知なる犬との遭遇。ワン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 。誰だ犬って。ワンちゃん。今日はアニメーションなんすかこれって。わかんねえけど、アニメーションやん基本。これでよしっと。よしよし。おいお前喋った。おい、いやもう未知なる犬速攻出てきたやん。お前出てくんの早い。未知なる犬喋ったの。何、え、あなた、うん、どんな謎も解いてくれるっていうのは本当か。いやいやいや、もっと驚けよ。驚けよ、もっと。驚かないの。いや、これくらいでは。これくらいって。何があったの、この子の人生。はい。で、本当なんだな。どんな謎も解いてくれるっていうのは。もう、やかが渋い顔しとる。では、試させてもらうぞ。ああ。看板で思い出したんだが、はいはいはい、こういう謎がある。あ、チュートリアルの謎解きですかね、これ。さあ、謎解き。このゲームはこんな風に謎を解いていく。ひらめき指数は20ピカラット。このピカラット数が大きければ大きいほど難しい謎です。20は多分簡単なのかな。ケーキ屋さんの看板、ケーキ屋さんの看板から K の文字が取れてしまった、3枚の板で枠の中に K を作ろう。左スティックで手の板に合わせて A を押したままスティックを移動してレレ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 っていうね。え、 K を作れってそんなそんな言われてもオッケーやん。え、こうすればいいんじゃん、こうやって。えい、ねえ、どうすりゃいいんや K。 ちょっと待って、ちょっとみんなもごめんな。あ、これでいいんちゃう。待って、天才天才。あ、ち、なんか違う、なんか違う、なんか違う。待って待って、俺バカだとバレてる、バカだとバレる、バカだとバレる、バカだとバレる、バレるな。まだバレるな。まだまだ大丈夫、まだ大丈夫。まだバカじゃない、まだバカじゃない、まだバカじゃない。はぁ、どうなってる、なんだこれ、どうやんだよこれ。クソむずいわこれ。ちょ、あれ、まだまだまだバカじゃない、まだバカじゃない、まだバカじゃない。こうだ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 。これ来てる来てる来てる。よし、ここはいはい、 K、 オッケー、読めたわ。これが謎解明。そう、こんな感じですね皆様。大丈夫ですか謎解きね。あの、こんな風に謎をどんどん解いていくクイズパズル、そんなゲームでございますね。まあ、また皆さんにバレてしまったね、俺の知性、知的なゲーム実況者の片鱗が。すまないなみんな。正解、看板が直って営業再開。美味しいケーキはいかが。はい、これピカラッとさっき言ったやつですね。謎の難しさを表す指標、大きければ多いほど、数が多ければ多いほど難しい問題ですっていう感じですね。はい、物語のエンディング後にセーブしたゼーブで、秘密のモード内のシークレットファイルに入るなんたらがなんたらかんたらです。ピカラットがたくさん集めていこうみたいな、そんな感じですかね、ここは。なるほど。はい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 。腕は確かなようだな。お前の未知なる、まあね、なあ、イワンちゃんとか雑魚さやな、ほんま。とりあえず中に入って。お前お金払えんのか、ほんま。うん、お前お金払えんの、ほんとに。うち依頼料高いで、探偵事務所やで。50万からやで、50万から。ねえ、わかる？不倫調査とかしようか？いえ。大丈夫なんかな、こいつ。どんな相談かしら。見ての通りだ。変だろ。何が？喋る犬。いや、もうそれ変やけどさ、喋る犬は。そういうのがいてもいいんじゃない？は？いや、ぼったくりじゃないでしょ、本当。しかも過去の記憶がないときてる。記憶がない犬？人生に記憶。でも喋る。せめて親犬の記憶などあれば納得できるんだが。犬の記憶がないんだ他に。自分が自分であって自分でないよ。犬だけど犬じゃない。どうもしっくりこなくてな。だからな。だから頼んでいるんだ。この俺の正体を。アニメと声が違うんだこれって。どうでもいい。よくないだろう。犬が喋っているんだから。なんかさ。何？開けると死ぬ箱とか未来からの手紙とか古代文明的なやつとか。それもデイトン教授の今までのシリーズやねえよ。で、悪魔の箱とかや。最後の時間旅行。まあいっか。それで手がかりは。俺の声が聞こえるのは全員ではない。あ、全員じゃないんだ。名探偵ピカチュウ的なね。聞こえないやつがいる。ほら。聞こえるやつは滅多にない。なるほど。ああ。何？犬が
喋ってる。お前今すげえ、ああ棒読みがやばいなお前。はい、めったにいない聞こえるやつ登場。はい、二人目。誰だ。断って、ね。俺も聞こえる。え、もしかして聞こえてない人いるの、リスナーさんも。近い男は嫌われるぞ。ワンワンしか聞こえない。これはどういうことですか、カトリーさん。見てのカトリーさん、このどういうことですか。こんにちは。謎を解いてほしいそうです。あ、そうかそうか。一応最初の依頼人ってことで。すごい、最初からこんなすごい謎解きができるなんて、さすがカトリーさん、引きが強い。で、名前を聞いてませんでしたね。いいよいいよ、慣れてこ慣れてこ、みんなノアモントールと言います。ノア君、ノア君、ちょっといいぞ、ポンコツ感あるぞ、ちょっと。こういう子なんです。なるほど。僕なんかまずいことを言いました？ようわからんけど、いいので何食うんかな。あ、それでチョコレート食うか。俺は自分の名前すら覚えていないんだ。マジで。で、名前も覚えてない。覚えていることは、うん、にゃんにゃんで聞く。なんか塔のようなものが倒れてくるところ、それから空には雷が鳴っていたような。それだけ。謎のヒントとしてはありきたりですね。俳優独特の棒読み感、確かにな、本当。さすがにそれだけではね。みんなアニメ見てたんだ、まあ、ミステリージャーニーの。俺見たことないんだよね。おお、やってくれるか。あ、犬でも報酬はきちんと。そうそう、50万からやつ、50万から。分かっとんのかお前は。金持っとんのか、ほんと。なあ、ここ俺ワンワンじゃねえぞ、はい、お前。契約書。はいはい。名前の欄には、はい、うーん、ひとまずシャーロでいいですね。シャーロくん。シャーロ、どうせ覚えてないでしょ。いい名前だったな、可愛い。私がつけてあげました、あの有名なシャーロック・ホームズ。あーね、シャーロック・ホームズから。で、命名料は10万円になりますので、60万円になります。良かったですね、名字があるなんて本格的ですよ。だからお前うるせえって。ちゃんと払ってもらえないかな、ほんと。クホームズ、シャーロック・ホームズ、クホームズ逆から。はいはい、シャーロ。いや、ぼったくりじゃないからね、ちゃんと。命名料も高いですから、当たり前じゃん。誰誰誰、カトリー、ここにいるのか。こんにちは。あら、誰これ。あ、お前、体と顔のバランスね、バランス、ずんぐりむっくりってレベルじゃねえぞ、おめえ、ほんと。とりあえずセーブしとこうか。ダイダラでーす。なんだお前の顔のバランス、 3D だった急に。ねえ、そんな慌てどうしたんすか、アスポワロケブ。顔どうしたもこうしたもない、大変なんだ。ねえ、このやけに顔も声もでかい人間は、スコットランドヤード、ダージリン・アスポワロ警部ですよ、シャーロさん。こう見えてもロンドンの平和を守る刑事さんなんです。ああ、どうしたんだその犬は。レイトン探偵社でペットを飼い始めたのか。ああ、ベトだ、聞こえないかこれ。アスポワロ警部にはシャーロの声が聞こえないのね。カトリーの2倍やな、ほんま。顔でっけえな、お前。三頭身やろ、こいつ。だから言ったろ、俺の言葉を聞こえるやつはめったにいないって。ねえ。だってそのめったにいないやつがここに2人もいるのよ。そんなことってあるかしら。あるんだから仕方ないだろ。何をブツブツ言ってんだ、カトリー。ああ、失礼。アスパワロー警部、この犬はペットではありませんわ。我がレイトン探偵社の記念すべき最初の依頼人ですよ。シャーロさんは犬なので依頼人じゃなくて依頼犬じゃなくて。で、訂正しまーす。あ、依頼犬？何言ってんだ。頭おかしくなってんだろ。あっとっとっと、ペットの話をしてる場合じゃない。ねえ、レイトン探偵社に調査を依頼したい。至急解決しなくてはならない事件があってな。解決しなくてはならない事件？面白そうですね。カトリーは抱えていた事件を解決したことがあったからな。謎解き力があれば今回の事件もきっとおそらく多分。次、藁にもすがる気持ちなんですかね。おっさん足細いし、襟でかい。襟確かに長いな、これ。すごいな。普通の人やったら顔ほぼ隠れるで、それ。横見えへん、横見えへん、ほんと。徐々に自信なくなるな。大丈夫ですよ、アスポワロ警部。カトリーさんの力を持ってすれば。どんな謎もすべて解決します。それが我がレイトン探偵社のモットーですから。とにかくことは急を要する。少しでも協力者が必要だ。ずいぶん慌てて要請したけど、何があったんです？まさか、あんなものが盗まれるなんて。何盗まれたんだ？瀬戸内事件ですか？え、謎解きなかなか来ないぞ！ねえ。ああ、だが、普通の瀬戸内事件じゃない。ロンドンの中の人を混乱に落とし、ロンドン中の人を、混乱に落としている。いや、英国を揺るがす大変な事件だ。
え、スケールでかいな。うん、中の人じゃなかった、すいません。で、重大そうな事件ですね。うん、現場へ来てくれ。ね、話はそれからだ。わかりました、案内してください。ちょっと待て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 、すげえ、俺の依頼は後回し後回しだって、事件の方が面白そうだし。面白そうかどうかで、ね、引き受ける事件決めんのかよ。語り悪かったな、俺の依頼面白そうじゃなくて。まあ、シャーローさん、アスパロー警部の事件は永久を要するそうですよ。確かに依頼したのはシャーローさんの先ですが、待ってもらえませんか。確かに俺の方は急いでるわけでもないしね。じゃあ決まりね、現場向かいましょう。アスパロ警部、現場というのはどこですか。うん、ビッ、ね、事件が起こったのはビッグベンなんだ。何ビッグベンって、うんこ。うん、違うんですよ、あのビッグベン、何それ、どういうこと。ベンはベンでも、ベンじゃないベンはなんだ。ビッグベン、エピソード01、時計仕掛けのスウィーツ。へえ、有名な時計台なんや、そこって。へえ、みんな詳しいね。うん、スウィーツ、うん、何、時計台でなんか動くんの、これで。わあ、すごい時計台っぽい時計台、これもう俺たちが時計台って言われたら思い出すような時計台。タンシングダーイ、これはやばいやろ、この事件は、これはやばいだろ。あはははは、針が一本ありません。そうなんだよ、ビッベンの探検、探針がで一本なくなってんのが今朝発見されてな。では盗まれたというのはあのビッグベンの針のことなんですか。ああ、大急ぎ犯人を捕まえて針を取り戻さないと。うん、でもアスパロー警部、ビッグベンには4つの方向にそれぞれ時計がついてる、一本がなくなったって3つ見ればいいのでは。確かに不便かもしれませんけど、ビッグベンだけに。ロンドン中の人を混乱に陥れるとか、英国を揺るがすなんて、それはいくらなんでも大きさすぎですよ。確かにうちの妻も時間が分かんなくて不便だね、ビッグベンだけにって。なんて言ってたが、ことはもっと重大だな。みんな面白いなこいつら。というのも困ったことに、明日隣国のメラーコ大使が我が国を訪れるのだ。ね、今日も冷えるね。なんか今日寒いよね、最近。急に寒くなってきた、また。それならロンドンタイムズ読みましたよ。なんでも両国の友好を記念した行事が行われるとか。でもその国際行事とビッグベンのハリーにどういう関係があるんですか。明日ビッグベンが間近に見える会場でメラーコ大使が会見を行うんだ。あら、その時我が国の友好の証であるものが贈られる予定だね。え、それはビッグベンの針を模したペンダントなんだ。なんで知ってんだ、そんなとこ、ことまで。え、それって当然会見の場ではビッグベンのことが話題に上がる。それなのに肝心のビッグベンの針が盗まれたなんて、英国の保険に関わる。当然明日の行事の様子、ひいてはビッグベンの針がないことは隣国でも報道されるだろう。ロンドンの象徴ビッグベンの針が盗まれたまま犯人もわからないとなると英国の恥だ。ほんまやな、みんなビッグベン知ってたん、すげえな、それは天才やろ。初めて聞いたぞビッグベンなんて。それでメラーコ氏の会見までに針を盗んだ犯人を探し出してなんとか元に戻したいと。そうなんだよ、頼むカトリー。確かに英国の名誉に関わります、引き受けれなくてはなりませんね、英国宿女としてね。英国紳士じゃないねんな、みんな知ってたんや、知らん方が珍しいの、すいませんでしたね。知的なダイダラもたまには知らないことがあるってやつやな。うん、おー、引き受けてくれるか。もちろん我々スコットランドヤードも捜査を続ける。私の部下のビッグ部下もビッグベン周辺にいるから捜査情報今日聞いてくれ、カトリーにお任せください。カトリーですよ、カトリーさんと。その前にお金、お金、依頼料です。で、初めて手掛ける事件よ、まずは調査の方法を確認。まあ、チュートリアルですね、ここから。本当ね、任せろ任せろ。はい、さて調査モード中は画面に虫なんたらなんたらが、メガネカーソルが表示される。はい、虫メガネね。スイーッと動かしてグリグリ動かせたら隅々まで調べられるわよ。動かしてるときにオレンジ色に光ることがある、そこは A ボタンを押したら調べられるわーってやつ。 OK、
また方向ボタンを押すと、人物などを素早く動かせることが移動させることができる。そう操作を使い分けてください。じっくり探すかスティックで素早く探すか、終わったかで探そうか。それで試しに街灯の上を調べてみましょう。さあ街灯を調べよう。うわ、思ったよりぬるぬる動く。ここチェック。あ、コイン出てきた。ひらめきコイン出た。今小さなコイン飛び出しましたね。これはひらめきコイン、謎を解くときにヒントを与えてくれる。でも使うと減っていくからね。謎解きのね、謎解きがめちゃめちゃ難しかった場合はひらめきコインを使って解こうって感じです。まあ基本的に皆さん僕は必要ないものだと思っててください。忘れて構いません。僕の配信は自分で鮮やかに解いていきますので安心してください。皆さんコインにはいろんなとこに隠されてるからあちこち探しましょう。ひらめきコインって恥ずかしいやりやさんですね。おい、カトリ、何してんだ、早く事件を。まあまあ、スポイルゲーム。慌てない、慌てない。せっかく調査してもきちんと記録しないと意味がありませんからね。では、看板メニュー、カバンメニューでーす。カバンを押すと、カバンが開くわーってやつ。オッケーオッケー。調査するならセーブできるわよってわけ。セーブしましょうか、適当に。謎時点です。日刊謎通信では毎日1日ずつ謎に挑戦できるわーっていう。日刊とかあるんだね。着替えも選べるわよーっていう。でも日刊とかもうないでしょ、多分。ね。謎解きチャームの NFC 連動。そんなんあんの？あ、出た！レベル5商法や、また。いつもなんかおもちゃ読み込ませるんやろ、どうせ。カバンの中には色々詰まってんだな、ほんと。整理整頓した方がいいんじゃないか。さ、カバンを使いこなしてスマートに操作しましょう。はい、改めてビッグベンを調べましょう。ふむ。で、ビッグベンの時計はかなり高い位置にありますからね。ズームを使うのよ。また説明が長いお前。青色に変わる時はズームできるわっていう。はい、わかった。あれすごいな。調査の時は何事も観察することが大事ですからね。ここカバンの中、女の子のカバン見るとかって、みんなカバンの中何入ってる？俺、カバン、ウィダーインゼリーの食べかすが3つ4つ入ってんだけど。ね、あるある。汚いですね、皆さん。舐めましょうね。セーブとか着替えとか。着替えできるんだね。で、カトリンの衣装の着替えもできまーすっていう。なんか今、ギャルみたいな衣装あったな、ほんと。あ、なるほど。いろんなか、これ可愛くね？うん。可愛い格好ある。へぇー、大人っぽいレディ。まあ、いつもの服でいいでしょ、とりあえず。これでどうかしら。捨てようってすいません、ほんと。ゴミ箱やんけって。確かにゴミ箱やすな。はい、じゃあいろいろ調べていきましょう。木！緑が大きくて気持ちいいですね。お前マジ役に立たねえ。ねえ。なんかねえか？なんだ、お前、なんもねえか？今オレンジだったぞ、この辺。あ、出た！きらめきコイン。なんかねえか？なんかねえのか？お前誰だ？お前ら誰だ？ごめん、キッズと子供とママとパパと僕は大だら。意外となんもないっていう。うん、いい天気。散歩したいね。事件がなければね。さあ、拡大しましょう。うんと。単身がない。うん、やっぱり単身が一本なくなってます。あ、よく見ると他の時計は、ちゃんと針がついてるね。ああ、ビッグベンの時計は4面についてんだが、単身がなくなったのは1つだけだ。ねえ。ということは、消えた針は単身1本だけってこと。しかし、単身といっても、ビッグベンの時計ですわ。かなり大きなもの。どれぐらい大きいんだろうね、これ。一体どこに消えたのか。当然、我々は時計の周りもビッグベンの下も調べた。しかし、どこにも単身がない。綺麗さっぱり消えてしまった。なんか監視カメラとかないのかな。ねえ。こういうのって。これは面白そうな事件ですね。喜んでる場合かよ。どんな事件か分かったこととして調査しましょうか。ズームやめるか、みんなかよ。やめれるわっていう。でもなんか他にも調べれるとこないのかな。ねえ、なさそうですね。ふむ。謎解きがしたいんだけど、俺そろそろ。カトリさん、まずはどこから調査始めますか。とにかく、時間がない。明日の、メラーゴ大使の体験までに何とかしなきゃ。明日までなんだよな、ほんと。まず、アスパロ警部たちから、そうで分かったことを聞いて、上昇欲しい収集よっていう。自分で調査するのが面倒だからじゃないかってね。
効率優先、時間短縮です。なんか警部っていうか周りにいるんだっけ、警察が、スコットランドヤードの人が。あ、出た。もうすごいなお前ほんと三頭身だよなこいつ。すげえな、三頭身生きてて辛くない すげえ失礼なこと言ってるけど俺、顎で人そころせんじゃんお前。ねえ、顎で地面掘れるやろ多分こいつ。アスパール警部、なんか教えてください。うむ、我々が調べたところによると、深夜の1時50分頃までこの付近のパトロール中の警官がハリーに異常がないことを確認していた。ハリーがないと気づいたのは今朝の6時頃。時計を見て驚いた近所の住人から通報があったんだ。後で確認するとこのありさまだ。なら朝の0時から6時までの間の6時間の間ね、深夜。異常がないと確認されたのが、で11時50分亡くなったのが今朝の6時で、6時間10分ですね本当。つまり約6時間の間に光が消えた。ああそういうことになるな。その6時間の間ビッグベン見てた人いないんですか。うむ、その時間帯はビッグベンを見た者がいないかは現在捜査中だ。今私の部下が聞き込みを回ってる。誰か一人くらいね見た人がいそうですけど。確かにね、ロンドン中を探せば夜の間に針のないビッグベンを見た人がいるだろう。しかし我々には時間がない。その目撃者を見つけます出すまでに待ってるわけにはいかないんだよ。今の情報で続けるわけしかないですね。そういうことだ。あの針だ、運び出すには時間がかかるはずだよ。この辺海とかないの、海路とか。え、なになになに、空白の6時間。なに、何が始まったのこれ。え、ここここパズルはまった。うん、ひらめきピース。これを集めていくのかな、とりあえずこのチャートでは。で、ひらめき手帳、調査を進めた事件の鍵となるワードがひらめきピースとして手に入る。各エピソードで6個ピースがある。6個すべて入手して事件を解決しよう。ピースには事件と関係ないワードが含まれることがある。真実を見極められることができるのか。たまになんか嘘っていうか関係ないことがあるんだね。まあ、そこら辺は皆さん安心してください。僕賢いので全部見極めていきます。大丈夫だみんなね。いよいよ調査開始ですね。何か始めますかカトリーさん。そうね、まず聞き込みかしら。うん、探偵らしくなってきた。ビッグベンの異常のない人が気づいたかいないか話聞くわよ。結構人がいますわ、声かけるのよ。行くわよ。さあ聞き込みしよう。調べる箇所がある場合は虫眼鏡の個数分のアイコンが出る。めっちゃわかりやすくなっとるやんこのゲーム。聞き込みをするとチェックマークがつく。アイコンとかチェックマークに注意しながら調査しましょう。昔は大変やったからなこれ調べるの。お前やろ明らかに怪しい人ね。え、これスイッチ版ですね。いやーこんにちは、ちょっといいかなっていう。なんすかなんすか、ビッグベンの針がなくなったこの事件について聞き込みしてんだ。 何か見なかった、何か見なかった。例えば針を運んでる人とか見たかとか見たとかなんか妙にグイグイ来る人ですねこの人。オタクやぞこいつ絶対。話聞こうと思ったら聞かれちゃったわ失礼失礼失礼、僕は新宿駐車場記者でピートって言うんだ。君たちロンドンタイムズって知ってるかな。あーロンドンタイムズなら読んでますよ。ロンドンで一番面白い新聞だと思います。それはありがとう。ちわき、行くほどのエキサイティングなニュースを伝えるのが僕の使命なんだ。うひそれで今はビッグベンの針がなくなった事件を記事にするため取材中でね。あ、実は私たちも事件に調査中なんですよ。何か知ってることあったら教えてくれませんか。調査中だって、君たち警察官には見ないな。とどちらかというと天気のいいやつは犬の散歩に来たって感じだよね。失礼ね、探偵なんですよ。レイトン探偵社、ご存知ありません。レイトン、ああ、そういう名前の有名な教授がいたことは知ってるけど探偵社は知らないな。おいおい、知られてねえぞレイトン探偵社。やっぱり、まあそうだと思ったけどね、早く有名になれるよう頑張りましょうカトリーさん。ね、やっぱパパのね名前を借りてるだけやぞカトリー。それはどんなもんやろか僕は昨日の夜ずっと編集部で記事書いてたからビッグベン見てないんだよ。それに取材も始めたところで悪いけど新しい情報はないんだよ。ふひねえ、さあアツさんスパチャありがとうございますね。ありがとうございました。君たちの調査がうまくいくと祈ってるよ。あ、そちらも取材頑張ってください。本当はロンドンの象徴ビッグベンのバリアリが消えた残なる殺到か、はたまた陰謀か、として英国の威信は取り戻せるのか。明日一面は決まりだな。センセーショナルな記事になるぞ。これは新聞が出る前に解決しないと大事になっちまうな。
1日で解決しないとなんか大問題になりそうだねこれ。さあ、キックミュージックマークが1個ついたね。うわ、出た、怪しいおじさん。あ、で、出た、謎解きっぽいこれ。久しぶりだな。どこでお会いしましたっけ。あなたに会ったの初めてですけど。初めてといえば初めてだが、考えようによっては初めてではない。何言ってんだこいつ。レイトンシリーズによくいる人。人は川も流す、川も流れさすらう落ち葉のようなもの。どこかで交わり、そして春は離れる。なんかよくわかりませんけど、昨夜ビッグベンの時計見てなんか気づいたことありませんか。いや、夜の帳が降りる頃、私はすでに夢の中だ。あ、つまり寝てしまってビッグベンの時計見てないってことですね。話はそれだけか。それなら私から一つ謎を信じよう。え、謎っすか。あ、そうよ、世界は謎に満ちてるの。こんな風に出会った人や街のあちこちから謎が現れるものなの。カトリー、お前も狂っとるな。さあ、謎に挑戦よ。やべえ、こいつらのテンションついていけねえわ。はい、ということで行きましょう。パズル2、置き時計35ピカラット世界最高記録。難しいぞこれ。時計の針が示している時刻は15時30分。この時計の針が0時を指すようにしたい。この時計を最低何箇所触ると0時にできるか。え、回答枠あるよっていう。はいはいはい。え、1回でいいんじゃない、こんなん。1回でいいでしょ。はい。なかなかの難題ね。なんでだよ。今日はどうかしてる。1回じゃね。ちょっと待って、これはコメント読みね。コメント見ね。あ、下がった、ピカラッチュ。え、時計の針が指している時刻は15時30分。この時計が0時を指すようにしたい。最低何箇所触ると。いや、待って、これ、この答えだったら怒っちゃうかもしんないけど、ゼロとかだったら怒るよ、ゼロ。で、ゼロ時まで待てばいいじゃんだったらブチ切れるからね。どうだ？どうだ？どうだ？これでどうかな？答えは？なんでだよ、お前！なあ！待つだけでよいぞーって！お前、指を、手で指を、もう今か今かとやろうとしてたじゃん、あのイラスト。騙すなこら。くっそー。ほう、さすがだ。これからもその調子で数多の謎に挑戦していくのだぞい。な、レイトン、こういうゲームやぞ。そやな、ほんま。それ俺いつもやられてたわ、このレイトンのこの謎解き具合に。ふむ、話は全部聞いたわ。それじゃあ次はビッグベンに行きましょう。いよいよ現場に向かうんですね。移動について説明しようがないと。靴があるわ。靴を選ぶかなんかすると切り替えれるわ。はい。で、俺光ってるマーカー移動できるとこで、移動できるわーってやつ。わかったよ。行くべき場所にはビックリマークが表示されてるわよっていう。いや絶対みんな分かんなかったでしょ、一発で。これ2回やったら解ける謎だって。1回目絶対1でやるじゃん。ねえ、単身と長身をさ同時にふってやってさ、ゼロにするとかさ、単身をねゼロにして長身をゼロにして2回ですっていう人答え。ねえ、大体この2つでしょ、まず答えちゃうのは。ねえ、はふざけんなよってなって。じゃあゼロっていうね。えくそービッグベンに入る入り口はそこみたいね。警察の人たちが何か調べてますよ。カトリーさん、話を聞いてみましょう。あ、これ警察か。もしもしポリスメンって3人ぐらいいるやん、人。よし。わ、謎出てきたこいつ。お前顔細長いな、お前。顎ないけど。顎ないな、そうやな。顔細長、顎なし、おばさん、ラナさん。はーい、とっても爽やかで、ジョギングはいい天気ねー。ビッグベン周辺は緑も多いし、走ったら気持ちいいでしょうね。
今50周を出してきたのよ。走りすぎちゃうか。私はラナ。いろんな街を走りたくて世界中巡ってる。コースを走るマラソンもいいけど、街並みを見たり人の暮らしを見るのが好き。で、世界中を巡ると思わぬ謎に出会うことがあるの。そう、こんな謎にね、今人を見たり街を見たり人並みとか街を見るのが好きって言いながら同じとこ50周走ってるからね、こいつサイコパスだからね、こいつ覚えとき、みんな謎さん。あ、また難しい。バブルスポッピング。ひらめき指数は40。大砲からバブルを発射して、空に浮いてるバブルを全部消そう。同じ数字のバブルは横でつながり、数字の個数以上つながると消えるぞ。大砲のバブルを選び、A を押したまま動かして、空いてるバースにマスを置こう。大砲のバブルは使うと補充されるが、表示された発射回数の制限内で全てのバブルを消してほしいんだ。うわー、結構むずいぞ、これ。ねえ、ごめん、俺解けないかもしれん。俺これ苦手なんだよ、こういうの、ほんと。ねえ。2は2のところで、フィンフィンってしたら消えるぞってやつなんだよね。これ 9? どういうことこれ、ほんと。9個ある?え ?2 も、3とか持っていけるんこれ。これマジでわかんねえんだけど、これ。これ3ここで消えるんこれ。あ、消えた、3。ねえ。ちょっと待って、これ待って待って、これはやばいって、わかんねえって俺やばいってこれ。これとりあえずなんか適当にやってみるけど解けねえと思う俺うわこんな無理やって。2も消しとこうか。ねえ、あと2回無理やん、足りてないもん。ほら個数オーバーしたもん。ほら手詰まり。いやー、逮捕回数でこれ、めっちゃむずかっていい。むずかトリーヌやで、これむずかトリーヌ。だから4とかをうまくこの辺持てないの、これこのむずーむーずむずむずーい。これなんかうまく連鎖で消さなきゃいけないってことなんだよね、要は。どうにかして。でもこれ4結構いやー、これは無理やで。いやー、俺これ苦手や、みんな苦手やこれなあ。すごい苦手やこれ。ゴーとかもうゴーやん、こんな。いや無理でしょこんな。あ、いけたこれ。あれなんか、待って、いけたんじゃね、これ。いけたんじゃね、これ。なんか知らんけど、あれ、いけた。めっちゃ簡単すぎ、ほんと簡単すぎ。わろた。読めたわ。解けねえやつおるん。あーい、ちょろい。これが真実よ。なんだよなんだよ、全然いけたじゃん。正解、バブルが弾けて消えた。消す順番間違えるとバブルが足りなくなるぞってですね。まあまあまあ、1回目はね、ちゃんと、こうやったらミスるんだよっていうところをね、皆さんに示しただけでございますので。まあ、こういうとこだよね、みんな。照れるな。謎解キングの実力だ。わお!すごいじゃない!これですっきり気持ちよく走れるわ。お役に立ててよかったです。私はしばらくロンドンに滞在してあちこち走るつもり。ロンドンの素敵な街だから走るの楽しいわ。どこかで会うかもね。バイバーイ。あ、こいつ謎解きだけだったんだ、このおばちゃんは。謎解きバーバー。ねえ、バロック復興様式っていうらしいですよ。へえ、この建築様式。ね、上とかも調べておくと、なんかたまに出て、ピカラットが出てくる感じですかね、こんな感じ。ピカラットのひらめきコインや。な。よし、こんにちは。
ハテナが出てこないと謎はないって感じ。お前目ちっちゃいな、口もちっちゃいな。ねえ、あ、カトリーさん、お疲れ様であります。アスポワロ警部から調査を強力するよう言われているのであります。あ、話が早いですね。情報があったら教えてもらえますか。は、まずは昨夜のことですが、ビッグベンには朝まで誰もいなかったであります。誰も、職員もいなかったのかしら。徹夜してないよ。ビッグベンの大時計の裏には機械室と呼ばれる部屋がありまして、旅館は施錠しておりまして。はいはいはい、そういうことな、本当。ねえ、鼻長いね。人形みたいだよね、確かに。ねえ、整備が長引いたときは整備士が遅くまで作業することもあるようですよっていう。はい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 。ね、しかし昨夜はその整備士も早く帰宅していたとのことであります。へー、じゃあ針を盗んだ犯人を見た人もいないってことですね。は、残念ながらそういうことであります。オッケーオッケー。整備士も誰もいなかった。鉄でできた扉がある。鉄でできてるんだね、扉は。ふむふむ。太っちょおじさん、誰だお前。どうもカトリーさん、アスポール警部から話は聞いていますよ。このメモによると、ケイジさんっていう人ですね、この人。ケイジのケイジさんか、この人は多分。ケイジや、警察官はカトリーさんに協力を惜しまないようにとのことです。あ、そうですか、よろしくお願いします、ケイジさん。ん、こいつもケイジか。はい。アスパロゲームの部下でケイジのケイジさんです。あー、そうかそうかそうか、ケイジのケイジさん、なかなか分かりやすいですね。で、で早速伺いますか。何か、捜査で分かったことありますか。私の聞き込み調査によると、最近ロンドンでは金属泥棒が出没していたとのことです。ケイジが昇進したらどうなんだやろね。警部。ケイジ、ケイジ警部ね、警視総監刑事。刑事、刑事総、まままま、なんだお前は。警察やめろ。金属泥棒、工事現場や工場の資材置き場で金属が盗まれる事件があったのとのことです。金属盗んでどうするんですか。金属は資材として高く売れるのよ。金属泥棒ねえ。ビッグベンの針も貴重な金属を使っていた。売り払えばいい金になるだろうとのことです。あね。そして私は引き続きその線で調査を続けるとのことです。まあ確かに泥棒の線は疑うのもいいかもね、ほんと。金属泥棒か、ありがとうございました。いえいえ、ここに書かれているアスパロ警部の指示に従ったかったまだですよ。とりあえず謎は一つもらったね、ピース。金属泥棒、この要素いる。ここのひらめきピースの要素いる。まあいるんだろうな、大事な大事な要素やから、ここも。ね、売ればいいお金になるよってらしいですね。よいしょ。はい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 。警察の人の話を聞いたし、いよいよビッグベンの中に入りたいわ。でも入り口は施錠されてる。ポリスさんに相談してみましょうか。僕たちビッグベンの中に入ってもいいでしょうか。はっ、アスポール警部から、カトリーさんが来たら協力するよう命令されておりますので、どうぞお通りください。ありがとう。さあ入ろう。長い階段がありますが、中まで登ってください。階段かエレベーターないよね。はい、じゃあ中登っていきましょうか。びっくりマークついてる。ふむ、移動しましょう。はい、さあビッグベンの機械室へ入ってみたいと思います。行きましょう。内側から盗めんの？無理だよね。よし。さあ、すっごい機械。そうか、あの高さまで登ってくるの大変やろ。何階まであんのやろ。絶対登られへんわ。はあ、地上からここまで長い階段でしたね。足がガクガクです。だらしないわね、ノア君。あんな階段で息が切れるなんて。そういうお前だって息が切れてんだろうが。ん？あ、すごーい！何？こんな風になってるのね。いやでも一回ぐらいこういうとこ入ってみたいよね。いやキングダムハーツとかさ、ねえ、まあ、クロックタワーとかいろんなゲームでやっぱ時計とかがさ出てくるけど、やっぱ裏側リアルで見てみたいっすよね、こういうの。ないの？日本に、ジャパンに、ロンドン中から見えるぐらい巨大な時計の裏側だけあって、文字盤も歯車も巨大ですね。立ち入り禁止の場所に入るなんてちょっと得した気分ね。ね、一回ぐらい観光してみたいよね、そういうの。
この前なんか燃えた教会とかもね、俺初めて写真見たんだけど、マジで行ってみたかった、ああいうとこ。ゲームの世界みたいなとこな。そう。あ、そうそう。調査についてもう一つ言っておくことがあったわ。なんでしょう。思わぬものが発見することがある。何それ、思わぬものって。うん。なんか怪しい反応することがあるの。あ、ふっ。ね、オレンジならなくても調べてみるといいわ。へぇー。さあ、調べてみようか。そうそう、ノートルダムや、ノートルダム。みんな、ようわかるな、ノートルダム。よし。ポフってなんないかな、ポフって。この辺さっきポフ。あ、ポフ！ポフ！なにこれ？オレンジ色の腕時計。ゲットです。なんだこれ？コレクションモード。カトリーのカバンの中に変わります。調査に入るアイテムを観察することができまーす。っていう。へぇー。関係ない、ガラクタでーす。なにね。収集要素ね。見つけたらラッキーぐらいの気持ちで行きましょう、その辺は。うん。歯車が滑らかに動いてないの気になる。すげえ、すげえゆっくり動いてるね。はい。はい。うわぁ！もう急に出てくんだよ、びっくりするだろ、お前。こんにちは。うん、ダメだよ、勝手に入ってきちゃ。いえいえ、私は。カトリー・エイル・レイトン。レイトン探偵所のもので警察の許可のもと、事件を調査している。あなた整備士さんですね。ああ、俺は丸くやんちゃった。で、ビッグベンの大時計の整備士。針が消えちゃった件なら、警察の人たちに散々話しちゃった後なんだけどな。やんちゃったさん、同じ話でいいので、話してもらえません。口を取ってる、映ってるぞ。あなたも何も、針が消えちゃった時、俺は家に帰っちゃってたから、何も知らない。昨日、やんちゃったさんは早く帰ったんですよね。でも0時やったら帰っとるに決まったやろが。おととい時計の修理で仕事が深夜になったんで、昨日は早めに帰っちゃった。盗まれる前に針に異常ありませんでした。擦りやすくなったりとか。いや、その消えちゃった針はおととい俺が修理したんだ。その時しっかり取り付けてあるのを確認しちゃったんだ。間違いないよ。何でもちゃったちゃったやな、ほんと。で、針が落ちこっちゃうことはありえないわけだ。ね、頭長いね、この人。デコの部分がすごい。お前、ちびまる子ちゃんに出てきそうな顔をしてるな、よく見たら。さっきまで警官の人たちも部屋の中調べたけど、外の文字盤のあたりを念入りに調べたけど、今は戻っていっちゃったよ。やんちゃったさんが針がないの気づいたのいつですか？みんなと一緒さ。今朝起きて窓を開けてビッグベン見たら、針がなくなっちゃったの気づいたんだよ。ってことは、やんちゃったさんのお家は単身がない時計の方なんですね。ああ、俺んちのはこの近くのトレーの通りだ。トレーヌ通りってレイトン探検者の近くですね。あら、ビッグベンの針消えてんの気づかなかった。レイトン探偵者から見た時は針があったと思います。家の場所によって、今針の見える、時計が違っちゃうんだ。うちからは単身ない時計が見えてんだよ。これなんか結構肝になりそうだね、ほんと。どこの方角から見たかっていうの。ね。もう三つ目やで。もう半分見っけだね。早いよ、ほんま。ズバリじゃない、違う違う違う。はい。さあ、まだまだどんどん探していきましょうか。今なんか変わったよ、この辺。時計動かしてるね、機械もかなり大きさね。単身一本なくなっても、機械は問題なく動くんだな。4つありますからね。他の3つの時計は今日もロンドン市民に時間を教えてくれる。すごいよね、歯車を使って時間を正確にするっていう。技術の結晶だよね、こんなの。なんだ、出てきた。謎解きだ。文字盤には単身がついてる。ついてるのは単身だけじゃないわよ。謎があったわー。ね。やってみっか、ほんと。さて、謎4、組み替えハウス。ひらめき指数は35。介護度に組み替え可能な新型ハウス。土地を選ぶと一番上の階を他の列に移動できるよう、図面の通りになるよう正しく積み直してほしい。ただし同じ土地に積めるのは4階までだよっていう。なるほどね。左下の画像のように土地をどんどん家を積み替えてほしいんだ。はい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 。で、よし、こんな感じでやっていくのかな。どうすんねん、これ。これ、ちょっとどうしよう、これ。ちょっと待って、むずっ、むずっ、これ。はぁ、
これむずくないこれ。あ、待て待て、待て待て、分かった。全部分かった。全部まるっと、まるっとお見通し。お見通しやでってやつ。行くでみんな。行くでやるで。こうや。こうやって。青がいっちゃん下やろ。え、次赤やろ。ねえ。よし。で、黄色やろ。で、ピンク。よし。で、はぁ？もうやめるわ、このゲーム。待て、もうやだ、このゲーム。難しい。どうすんだよ、天才かよ、これ考えたやつ。いや、もう、わかんねえって、こんなの。でもな、みんな、俺は偉大なゲーム実況者、デイデラですからね。大丈夫です、ほんと。大丈夫だ。問題ない。無理だよ。なんだこのゲーム。むずくねえか。え、めっちゃむずいやん、これ、もう。誰や、これ考えたやつ。ほんま、俺苦手やわ、これ、ほんま、みんな。落ち着いてくれって、わかった。みなさん、謎はすべて解けた。俺は、ダイダラだ。いいか。そういうことなんだよ、みんな。答えっていうのはね、こうやって地道に作り上げていくものなんだ。謎は全て解けた。これが俺の答えだ。なんとなくですが、当たりですね。安心しました。いや、簡単すぎた、バロタ。そういうとこだぜ、みんな。注文取りの家が完成したよーって。組み替え可能って言ってもな。ドアあんの青色だけやんけっていうな。さあ、組み替えハウス。ほう、やるなのは。僕も女子ですからね。めっちゃ難しいわ、これ。いや、苦手や、これ。私は助手にした覚えないんだけどね。ガトリーさん、そういうこと言わないでって。この手の謎ばっか出てくるってことやろ、今後。俺もう、ついていかないかもしれない、ほんと。あ、で、コイン。まあ、皆さんは多分解けなかったと思うんですけど。ね、俺を尊敬して今日も生きていっていただけたらと思います。ダイダラさんはやっぱり、ゲームがうまいなぁ。お、なんだ？大きな文字盤ですね。裏から見ないで不思議な感じ。楽しみがなくなってる以外異常はないみたいね。さあ、謎は全部、調査は完了かな、全部。関心が一本なくなってる以外は本当に何の異常もないね。犯人の手がかりになるようなものもなかったんですね。あんなに大きな針を盗んだんだからなんか痕跡残ってると思ったけど、もっと情報を集める必要があるわ。地上へ降りましょう。うむ、またあの長い階段降りるのか。俺は上がるより降りる方が苦手なんだよ。足短いもんに。待っとけ。ねえ、シャーロはノア君が抱えて降りるの。嫌な顔したな。そんなことありませんよ。対策はよ。はい、カトリーさん。ノア君、いいように使われとんな、ほんと。デイリーボーナス急にデイリーボーナスもらったけど。1日1回デイリーボーナスでコインがもらえます。ああ、毎日やりましょうってことか、これ。はい。わかった。毎日やろうな、みんな、このゲーム。ね、まあ、クリアまで大体毎日やるつもりですので、予定がない限り。あったらごめんなさい。明日急にできないかもしれないけど。さて、アスポアローケーブがいるわ。遠くから見ても険しい顔してるわ。
警察の捜査は思うようにいかないのかもしれませんね。お着替えしないの？お着替えてみる一回。いや、どうなるかな。お着替えタイム。交換とかなんだよね。あ、なかなかいいね、このセクシーなドレス。皆さん、どのね、カトリーが好き？いろいろあるね。デートのワンピース。デートの時こんな着てくるってこと？あら、やだ。ねえ、かわいらしい。なんかあれ、ねえ、プリちゃんとかプリパラみたいな感じじゃん。アイカツとか。ねえ、100円を入れてねえってやつやん。水着とかあんの？ねえ、水着にしようぜ、水着に。あー、ルークや、ルーくん。レイトン英国紳士としてはねってやつ。なあ。お前も服あんのかよ。ねえ。レミとかいたな、ご利用し解決の人。結構高いんだな、こいつ。いいや。いや、俺の好みの服はないな。なかなか可愛らしいけど、全部デフォルトでよくねえか。ねえ、よし。ただこれでいいや、このままで。はい、じゃあまたもう一度アスパーロケーブに会おう。こんにちは。おお、カトリー、なんかわかったか？ビッグベンの針は誰が盗んだんだ？さ、すぐわかるわけないでしょ。こら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 、ね。よし。あー、もう落ち着いてください。まだ調査中ですって。そうか。アスパロゲーム聞きたいことあるんですよ。ABC のヤンチャットさんから警察が文字盤あたりを操作したと聞いたんですが。ああ、もちろん。機械室の中だけでなく、外に出て文字盤付近も隅々まで調査した。だが、侵入の痕跡はおろか、不審な指紋一つ出てこなかったんだ。指紋も出てこなかったんだ、これ。これどういうことやろうか。一切痕跡がない。これ犯人さ、やんちゃったやったっけ、あいつじゃねえの、わかんねえけど。もう決めつけ、証拠がなさすぎるから。床や壁、文字盤、付着した成分を採取して、今、スコットランドヤードで分析させる。分析結果はいつ出るんですかって。待てばわかるだろう。お前らどうすんだ。トレーナー通りに行こう。トレーナー通りって、帰るんすか。おいおい、事件の全貌が見えちゃうのに帰らない、どういうつもりだよ。まあ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 、部分的に見ていても見えないことがあるんですよ。決めつけよくないぞっていう。まあ、あの人の証言が本当かどうか、あの人の家から、ねえ、長身が見えるかどうか、単身だ。確認しに行きましょう。ねえ。そういうもんです。じゃあ失礼しまーす。おい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 、ねえ、単身、あの警部の顎を単身したらどう？結構長いからいけんじゃん。やばい、9時つらいって。12時、首が折れる。おい、カトリー、本当にいいのか、事件現場離れて。さあ、大丈夫大丈夫、トレーナー通り向かうわよ。さあ、自転車ひとっぱしすればすぐよ。エリア移動について説明しなきゃね。自転車、ほう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 、他のエリアに移動できる。まあ、移動するか、なんかできるわってやつ。移動モード中でもスタープラスを押せば、自転車で移動するを押せば移動できちゃうわよっていう。はい、わかった。わかりやすい説明ありがとうございました。調査モード中からでも移動モード中からでもエリア移動ができちゃうんですね。そういうこと。では、トレーナー通り行きましょう。おじいちゃんもないクイズ。ない謎。ねえ、これから多くの謎が立ちふだかるだろう。うぜえ。じゃあ移動しましょうか。レイトンやったことあるの？ああ、やったことあるよ、レイトンシリーズは。ねえ、ワン、ツー、スリー、フォーぐらいやったことあります。結構やってる。俺、最後の時間旅行泣いちゃったもん、ほんと。すごい良かった、あれは。さて、トレーナー通り、入り口、到着しました。カトリさん、トレーナー通りに着きました。いわば、通りの入り口ですね。トレーナー通りの入り口付近には、華やかで楽しそうなお店が多いのよね。おいおい、こんなとこ来て、調査いいのかよ。
まあ、まず腹ごしらえかな。ご飯食べましょう。ランチしましょう。はぁ、知らないの。腹が減ってような調査はできぬ。言うでしょ。言うか。言うんすよ、多分。よく考えたトレーヌ通りに探偵事務所構えたのいいけど、この通りのことを全然知らないわ。最後の時間旅行負けるよね、ほんと。絶対やった方がいいよ、みんな。やれやれ、すっかり散歩気分だ。あ、わー、なんかすげえ顔のやついる。サイコパスだ、絶対こいつ。目がやばい。目の色がない。死んでる、絶対。ねえ、人殺してる目してる、こいつ。わー、このレストラン。テラス席がおしゃれ。こいつ犯人だわ、絶対。ねえ。チャーン、いらっしゃい。可愛らしいお茶さん、ご注文は？決めつけんな。でも、ウェイターって名前だから、多分ね、違うわ。名前ないからちゃうかな、ほんと。ありがとうございます。ダイダラみたいな目してる。どれ？こら。慣れ慣れしいでいいんですね。注文の前ちょっといいかしら。最近変わったことありません？変わったこと？なあ、よく、ねえ、最近よく。注文の銀食器がなくなる。フォークやスプーン。あと、銀のトレーもなくなった。あら、泥棒っすか？でも誰も侵入した跡はない。店のお金がなくなったとか、そういうことはないんだ。だから泥棒の仕業かわからないな。なんか金属がなくなってる？ねえ。どういうことやろうか。イカスミ暗黒スパゲティと臭い香草もりもりサラダで、ほんと食うのかよ。シェフのいたずらオムレツに地獄の焼きリゾットおまけにびっくりだけのニョッキー。そんなに食うのかよ。てきり真面目に調査すると思ったのかな。言ったでしょ、腹が減っては調査できぬって。で、たくさん食べても太らないタイプだ。許せねえ。おっと、急に忙しくなってきたぞ。お待ちください、お嬢さん方。さあ、なんだ。え、今のひらめきあんの。消えた銀食器。あ、これか。銀食器、なぜかトレーヌ通りやったっけね。で、金属、銀がなくなった。銀食器がなくなっている。泥棒の仕業かはわからない。なんだろうか。ね、お、モフモフしてる。なんかコレクションゲット。謎のジャムゲット。謎ジャム。オープンテラスで開放感あっていいよね。でもオープンテラスで俺飯食いたくない。ね、寒い、暑い。家の中、部屋の中がいい。ね。よいしょ。わがままおです。あ、出た。コイン。開こう。あ、見える、ここから。ここからだと単身のない大時が見える。単身ないの見えるんだ、ちゃんと。なんかいっぱい出てきた。3枚スペコふむふむ。あ、コインだらけか、ここ。人がいる。ね。あ、なんかモフモフしてる。なんこれ。謎だ。お、謎が出てきたぞ。思うところから謎が飛び出すこともある。シャーロが解いてみたら、犬に溶かすなよ。まあまあいいじゃない。シャロの実力見せてほしいわ。いや、ダイダラが犯人じゃないからね、みんな。よいしょ。さあ、謎5番。UFO、一筆書き。UFO。ロンドンの上空に UFO の台風が出現！やばくねえ、それ！すべての UFO をビームで撃破しよう！ビームは一筆書きのように伸びて、数字の回数だけ当てると撃破できるぞ。ライン1本につき1個の燃料が必要だ。使える燃料には限りがあるんだ。は？どういうこと？え？消えろ！え、どういうことこれ？こんな風にやっつけたらいいんだよね、多分要は。こうやって。ほら！ほら！ノリでいけねえかな。ほら！あ、やばい、これダメだ。あ、しくったかな、これ。しくった。すまねえ、世界。これ、どっから攻めたらいいんだ、これ。ねえ。数字の回数とな、とどらなあかん感じやな。で、いい感を、うまくいい感じに、いい感だけに。がはは。で、やっていく感じか。よし。え？待て、これむずいな、これ。え？いや、なんか違う。なんか、まあまあまあ、いいや、一回やろう、このまま。
あ、これダメだダメだ、やっぱりダメだこれ。ここ通さんとあかんな、ちゃんと。こうするか、じゃあ。よし。消えろ。こういくか。さ、1足りなくなるのかな、これって。どうしよう。これでいけるか。いける。いた。よし。あ、まだ いける。大丈夫。大丈夫。よかった。なかなかの難問だな。うん、謎解き。実際軽すぎるだろ。立った。お前その短い足でよく立てるな。本当。肉球が可愛い。正解、町の平和は守られた。数の大きい UFO を集中攻撃しつつ、周りの有効砲を撃破していくのが前期撃破のガキだぞってやつ。あね。あー、 UFO 一筆書き。どうだ、俺だって本気を出せばこんな謎軽いもんだ。あー、すごいです、チャロさん。人の言葉だわ、分かるだけじゃなくて謎を解くときまでできるんですね。頭いいじゃん。うん、すごいすごい。シャロにはこれからいろいろ手伝ってもらえそうね。え、もしかして手伝わされているのか。ペット枠やん、完全シャーロー。いいことや、ペット。お前、柄悪そうなおじいちゃん。こいつ犯人だ。ねえ。その筋肉で運んだんだろ、ほら。ねえ、悪そうな顔しとるわ、ほんと。かーん、この店のシーフードは絶品だ。世界中の港を巡った俺でもここの味は舌を巻くぜ。さて、腹もいっぱいになったことだし、仕事に戻るが、ほら、この見て、この眼光。怪しい。今何時だ？ビッグベンはと。あー、時間わかる。場所によっては針がなくなった時計しか見えねえから不便でいけねえわ。ビッグベンだけに。まあ、うっかり腕時計をなくしちまって、ビッグベンの時計が頼りだったのよ。ビッグベンの針がなくなってみんな不便な思いをしてるみたいですね。ビッグベンだけにね。なあね。面白いな、おめえら。早く調査しようって言ってんのに、カトリーヌのやつ。あ、美味しかった。お腹いっぱい。あれだけの料理全部食べられたな。何を人を大食いみたいに。シャーラもノワクも一緒に食べたじゃん。はい、美味しかったです。調査戻んだろ。昨日のメラーコ氏の記者会、明日のメラーコ氏の記者会見までに、ビッグベンの針を何とかしないといけないんですよね。まあ、待ちなさいって。腹ごしらえは済んだ。なら、次にすべきことは一つ。デザートを食べる。だから、こら。まだ食うのかよ。トレンドリーにはお菓子屋さんがありましたね。美味しそうな店だったわ。近いうち行かなきゃって思ったの、お菓子屋さん行くわよ。まあ、食べながら、あれやね。あの、聞き込みしていくっていう。さっきの腕時計渡したらって、そういうのないんですよ、皆さん。腕時計渡したりとか。多分。お菓子職人、やんちゃった？あれ、なんかさっき、同じようなやついなかったっけ？ねえ。あー、店内に甘い匂い漂ってる。美味しそうなお菓子悩んでんの見たら、お腹空いてきちゃったわ。すげえねえ、甘々な店やな。スイーツって言ったから。待って、タイトルがスイーツって言ったから。これ犯人こいつだ、絶対。ねえ、ここの店主だ。甘いものは別腹って言いますもんね。どんなお菓子があるのか。ねえ、調査しましょう。あそこにいる店員さん、どっかで見てるの気がしませんかっていう。ほら、こいつ。ねえ、いらっしゃい。ねえ、どんなお菓子買うか迷っちゃったとかない。だから、このレジーってやつ、こいつ。ねえ、こいつが、犯人だ、絶対。あの、なりすまして、忍び込んでとか、多分そういうやつ。絶対そうだ、ズバリあなたが犯人でしょう。あなたはビッグベンの整備士さん？さっきあったやんちゃったさんじゃないですか。もしかしてビッグベンの整備士とトレンド通りのお菓子屋さん両方掛け持ちしてるんですか。まさかそんなことしちゃうわけないよ。僕はレジーやんちゃった。このやんちゃった店主、菓子店の店主。君は T さんと間違えたちゃったなんだな。ビッグベンで整備してるのは僕の双子の兄さん。なるほど、兄のマルクさんと弟のレジーさん、二人はプリキュアじゃなく双子なんですね。どれでそっくりなはず。はい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 。でもお兄さんはビッグベンの整理士して、お弟さんはお菓子屋さん、全然違う職業ついたんですね。確かに整備士に菓子職人、一見違うけど似ちゃってるとこもあるんだ。なんか似てる。
どちらも手先が器用じゃないとできないんだ。兄さんも僕も昔から細かい作業が好きでね。扱ってるのは時計とお菓子で違うけど、どっちも細心の注意を払っちゃう細やかな作業が必要なんだ。ああ、どっちも大変なんですね、ズバリ。おっとおっとっと、余計なこと話しちゃった。お菓子買いに来てくれちゃったんだよね。いろんなお菓子あるから見てね。みんなお菓子何が好き？なんかおいしいの食べたい。クッキーとか好きよ。マドレーヌとか好きやし。お前もうお菓子食べすぎやろ。お前ほっぺらに詰め込みすぎちゃうか。ハムスターの生まれ変わりかよお前。おぼぼぼぼぼこれ止まらないわっていう口癖絶対そうだわ。で、おいしそう。ドーナツとかもある。焼き菓子が入ってるわ。ガトーショコラ絶対うまい。マカロン食いたい。うわめっちゃ美味しそう。エクレア俺も好き。お腹すくわ。ズバリ決まっちゃったかい。えへへ、美味しそうで決めらんないわ。レジンさん、ビッグベンの針が消えたのご存知？俺はもちろん知ってるよ。お兄さんも困っちゃってるよ。ね、ペコちゃんみたいなペロしてる、ね、マルクさん早く修理したいってましたわ。ビッグベンに針がないと落ち着かないよ。そうですよね、ビッグベンの整備士さんですもの。ね、不二家や、ここ不二家。おー、あ、時計。今何時かな。時計針が止まってますよ。ゼンマイ切れてんですかね。時計の針が止まってる、これは何か意味するんでしょうか。さて、ひらめきコイン。なにこれ、ひらめきコイン。クマちゃん可愛くね、これでっかいの。大きなクマのぬいぐるみ置いてますよ。おかしいですね。お菓子屋さんだけに。お前マジつまんねえな、ほんま。やめた方がいいぞこのゲーム。はあ、ノア君のダジャレ面白くなーい。はあ、ギャグセンスないやつってほんとね、生きる価値ないわ、ほんとだなと。じゃあ、ただはさておき、このぬいぐるみインテリアとして置いてるんですよ。あ、ごまかした。すべてじゃれは流してください。なんか違う気がするわ。ん？その熊のぬいぐるみ、お菓子でできちゃってるんだ。お菓子なんだこれって。すごい。抱きしめたらぐっちゅーっていくやん絶対。ケースに入れとけって。店内あるもの全部お菓子でできてるんですか？そうだよ。飾ってあるものは本物そっくりに作っちゃったお菓子なんだ。器用なんですねレジーさん。お菓子でどれだけ本物そっくりに作れちゃうか、僕のこだわりなんだよ。世界、材料やレシピだって世界中から集めちゃってる。今は日本のお菓子の材料を使ってリアルさを出そうと研究しちゃってるよ。あー、努力があって素晴らしいお菓子が作れるんですね。本物そっくりのやつって、そうなんか怪しいよね。お前本物そっくりのは針のお菓子とか作ってねえの？ほんま。ちなみにそのクマは外側の名はモナカ、目はチョコで作ってんだよ。溶ける。食べてみよう。美味しそう。このお菓子でできてるなんて信じられまいまいまい信じられまい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 うまそう。カップケーキの上にお花を模したお菓子が乗ってるわーって。ほらー、これもすごい可愛らしい。もふってる。虹色マカロンだって。これシュークリームだよな。俺今日セブンイレブンでシュークリーム買ったわ。この店に飾ってるものはお菓子で、レジーさん言ったね。お花もお菓子なんでしょうか。よく見るとお菓子でできてるわ。食べてみたいわ。ダメですよ。でも食べてみたい。美味しいのかなそれって。さあ、このガールに聞くか。ほっぺたね、お菓子詰め込みガール。うん、ぼここのお菓子美味しいし、何より見た目が可愛いの。で、パンパンやなお前ほっぺた、ほんま。お菓子職人さんのレジーさんはとってもクセクセ先が器用で、どんどんお菓子、こてちのお菓子も作っちゃうの。お菓子も素敵だから何買おうか迷っちゃうんだ。いや、それからお菓子、お店来るとレジーさんの口癖が映っちゃうんだよね。美味しいか？なんかこれゴミ箱？これもゴミもあれなんか？わからんけど。あれもなんかまだあんの調べるとこ。二人しかいないもんね、人は。どっか調べてないとこある。後ろの棚？あ、これか。あの棚にはお菓子の材料もしまってるみたい。お菓子作り大変そうね。砂糖の量間違えただけでも失敗する。そうですね、お菓子を作るときはこんな風に細心の注意が必要ですよ。出た、謎解き。ねえ。さて、壊れてるはかり。
ひらめき指数は50ピカだった。今日最高指数だ。2つのはかりはどちらもデジタルの数字の左下の線が壊れていて点灯したい。このはかりに左右それぞれ違う量の砂糖を乗せてみると、左のはかりは、実際よりも 1g 多く、右のはかりは 1g 少なく表示された。で、この時両方のはかりに乗せた砂糖を合わせると何グラムになるんだろう。は？どういうこと？ちょっとコーヒー飲んで考えさせてくれ。コーヒー飲んで、どういうことやこれ。は？左右違う量のはかりを乗せていくと、左のはかりは実際よりも 1g 多くで、右のはかりは 1g 少なく表示された。左下がなかったんだよね。要は 8g を乗せたら9になるみたいなやつや。ってことは、左は8ってことでいいのかな？要は。ねえ、ここみんなこれわかる？これ。ここ。本当は 8g 乗せたとしても、左下が壊れてるから9になるよっていうことでいいんだよね。ってことは、要は、6g 乗せると、左下がなくなると 5g になるわけ。でいいのかな？それは。それでいいのかな？それでいいのかな。14やけど、それやったら本当そういうことでいいのかな。じゃあ、本当こんなんでいいの？こんなんでいいかな。いいと思う。やってみよう。わかんねえ。僕の考えを聞いていただけますか？合ってた。よかった。見ちゃかんない。呼びませんよ。見ちゃかんないよ。こんなクソ考えんけ、これ。悩むとこもねえわ。50もねえだろ。これ5だわ、5。5ピカラットや。僕、数字は得意ですからね。数字の問題を一生出してほしい。はい。てな感じでございました。左は、8g 乗せたら、左下が壊れて9って表示される。右は、6g 乗せると左下が壊れているから、5っていう風に表示される。で、実際の数字は8と6で 14g でした。修理出そうね。謎7番攻略完了。そう、これが平成の世が生んだ最強のゲーム実況者、知的な男ダイダラです。やりましたか、鳥さん。ご褒美にお菓子でもと言いたいとこだけど、調査に戻らないと。もう終わり？まだあるの、謎が。もう調べる棚もうなくねえか。なんか調べるとこある？やんちゃった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 。え、もうなくね、調べるとこ。キッズくん。ん、これか。美味しそうなケーキ並んでるわ。おう、デブガキ。レジーさんとっても綺麗よ。器用よね。おせいらお菓子作っちゃうんだから。そうやな。ほっぺたのもん食べた方がええぞ、マジで、お前。なあ。なんもねえなあ、ほんと。どこだろう。おっちゃんじゃないの、まだ。で、兄さんも落ち着かないみたいだよっていうね。そうだね、わろた。俺どこ調べれてない。わかんねえ。時計も見たし、時計見たよね、さっき。時計もお菓子でできてます。あ、時計のお菓子だから動いてないって、すげえな。あ、これか、2回調べるやつなんだ。どうだい、そろそろ欲しいお菓子は見つかったかな。あ、すいません。飾ってるお菓子夢中になってました。そうですね。シュークリームお願いします。いい趣味してるわ。俺も今日セブンイレブンで買ったシュークリーム。なんかね、値段高かったけど、なんかちっちゃくなってたよ、いつもより。美味しかったけど。待たせちゃうけど構わないかな。特製のシュークリームは、注文を受けてから、皮にクリームを詰めるんだ。その方が皮のサクッと感が消えないからに。こだわりのシュークリームなんですね。でもお菓子屋の店主がこうやって、舌を舐めずり回してるの嫌だな、なんか。ねえ、ほんと。大体奥の厨房で作ってくるから待ってよくらい。なるほんと。どうしたんだ、カトリー。そこにあるゴミ、よくは気になってね。あ、ごめん、俺のティッシュしか入ってないわ。ごめん。
使った後やで、それ全部。ゴミ箱がゴミがぎゅうぎゅうに詰め込まれてますね。唇舐めるの癖なの。やめとけやめとけ、ほんと。店内は綺麗に整えられてるのに、ゴミ箱がゴミでいっぱいなんて。で、ゴミというより紙が突っ込まれてるみたいです。見てみましょうか。いや、紙を見るな、お前は。お菓子屋さん、なんだこれは。謎だしかも。なんか破れた紙が詰め込まれてますね。なんか書かれてるみたい。なんか見てみましょう。この状態じゃ読めないの。なんとかして読めないかしてある。さあ、謎解きスタートでーす。謎ロック、紙切れパズルで、ひらめき指数は40ピカラット。画面に何か書かれていている紙切れがゴミ箱に捨てられている。これらをつなぎ合わせて1枚に戻して何が書かれているか確認したい。紙切れを選び A を押したまま動かして重ならないよう枠を置いていこう。ねえ、わかった。え、いいのこれで。これ合ってんのこれ。うわ、違うよね多分。全然わからんけど。待って、みんなはっきり言うで、俺こういうのマジ苦手やねん。はっきり言って、俺はこれクソ苦手タイムやで、クソ苦手タイム。まずでも、これ、ここ。え？あ、これ、ひっくり返すこともできんだ。じゃあ、こうやろ。はい、甘味。タコみたいになってるよ、これ。これどうよ、みんな。ほら。この宇宙人みたいな。あ、どうだ、これ。これ何これ。よし。裏なんか書いてんじゃん、これ。何これ裏。すげえ書いてるけど。なんかイラストチックになってるから、まずイラストチック合わせよう、これ。これ何これ。よし。こうか。で、最後これで。よいしょ。完成。なんだ、この気持ち悪いイラストは。なかなかの難題ね。イエイ、謎解明。これ40もねえだろ、3だわこれ。3ピカラットだわこれもう。で、だって、ほう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 、破れた紙をつなぎ合わせてきたのはイカの形をしたパンのレシピ。そして裏に書かれているのは時計の針だろうか。これは怪しいですね。なんか書かれてますね。レシピみたい。イカパンの作り方。イカパン、スプラトゥーンするのか、お前。イカそっくりのパン、生臭そうだな。まめみ、あえカモーン。見てください、裏裏裏裏裏、なんか書いてあるんすよ。これはビッグベイの時計の針じゃない。詳しい指示が書いてあります。設計図ですね。どうしてやんちゃった貸し店のゴミ箱からビッグベイの針の設計図が出てきたんでしょうか。紙はもらっておきましょう。いいのか勝手に持って行って、ゴミ箱に捨ててあるぐらいだからいらないものですよ。証拠残しすぎやろこれ。ねえ、デジさん戻ってきたよって。ああ、またしちゃったね。やんちゃった特製のシュークリームだよ。ありがとうございます。毎度あり、よかったらまた来ちゃってよ。また来ちゃって、来ちゃいますね。なんじゃ、デザートも買い出し待ちに戻りましょう。やれやれ、戻るか。新しい謎よ。針の設計図、ピース掴んで移しましょう。ここかな。さあ、残りあと1個ですね。ひらめきピース、もうすぐ謎は解けそうだ。この事件の全貌はもうすぐ解けるぞ。やんちゃったの貸し店のゴミ箱に捨てられてた破れた紙はなんとビッグベンの針の設計図だ。これはまさか、やっぱりそういうことね。はい、じゃあ移動しましょう。ハロさあ、カトリ、次はどこに行く？レストランに菓子が、菓子店、もうお腹いっぱいだろ？さすがもう入んないかな。というわけで、トレンド通りさらに進もう。連投探偵社戻っちゃいますよ。わかりました。事務所で調査の方向性について作戦会議するんですね。ベッベー。レイトン探偵社の隣に素敵なブティックがあるの。覗いてみなーい。はん？完全お買い物やん、これ。いい加減にしろ！ノアもそう思うだろ。カトリさんの装いがさらに素敵になるならいいと思いますよ。なんだこいつは、ほんと。イエスマンやん、イエスマン。イエスマンがね、部下におるとあかんねんで、みんな覚えときや。でも俺は、部下イエスマンがいいな。うん。頼むよ、みんな。
ここから見ると針はいい感じに見えるね。またレイトン探偵社の前に戻ってきましたね。ブティックは、ブティックは探偵社のお隣を行きましょう。やれやれ。ブティック開いてんでしょうか。もしかしたら今日は休みという可能性もありますよ。様子見ましょうか。ふむ、針一応見えないこともないね。単身がついている、まあ、一応ついてるようには見えるって感じですね。この辺すごい人がいる。こいーこいー、まあ、上の方のね、このレイトンシリーズよくあるのが先端とかそういうところにね、よくあるんですよ。なんだこいつ、やべえ、テーマ夢の国の人や。ウサオさん、マルチの名物ポポンチョだよ。うちのポポンチョ買わない、ほらポポンチョ。ポポンチョ、怪しい人どっかで見たことある。怪しくないよ、僕はウサオって言うんだ。誰だこいつ。ポポンチョっていうのは南の国マルチノ のお土産なんだよ。ポポンチョを手にすれば幸運が舞い込み、誰でも夢が叶って幸せになるんだ。マジで身長 100m なれるかな。いや怖い怖い怖いし、どこも住めなくなっちゃう。調査中なのでポポンチョ結構です。言わないで、ポポンチョだけじゃ不満なら謎もつけてあげるよ。さあ行くか。夢が叶うね、宝くじ当ててくれ。二周ピカラッと、誰でも解けるわこんな。ここにある絵の具の色は何かの様子を表現している。この三色のうち一つは普通なら毎日見ることができるというが、それはどの色だろう。一つは、A は黒、 B は青、 C は白。一つ選んでくれ。何かの様子を表現している。どういうことや。何かの様子を表現している。何かの様子を表現している。ちょっと待って、時の流れってこと。だから夜ってことじゃないの。時間の流れを表現してるってことだから、毎日見ることができる色って言ったら黒しか思いつかないけど、青は、青はさ、雨の日見れねえし、白の雲とかは雨の日見れねえし、ねえ、黒だと思うんだけど、黒でよくね？これ違うのかな？黒、黒だよな、これ設定。俺自分を信じるわ、俺。行きましょう。読めたわ。よーし、オッケー。謎は解けるから謎なのです。こんなね、低ランクの問題間違えるわけがない。正解！絵の具の色は空の様子を表現している。黒は夜の空、青は晴れの空、白は曇りの空。普通毎日見ることができるのは天気の影響を受けない夜空だけ。当たり前じゃんこんなの。おー、見事正解だよ。それじゃあマルチの名物ポポンチョくれんすか。どっかの3割引きだよ。あ、結構です。あっさーん、なかなか売れないじゃポポンチョ。僕は南の国のマルチノからこのポポンチョを世界中に広めるためやってきたんだ。ロンドンで売り出そうと思ったんだけど全然興味持ってもらえない。買ってくれる？いや結構です。ポポンチョあれいらないね、みんな買ってあげて。出た、鼻変ないおじさん。鼻変なおじさん多いっすね。マッシュ、そここの建物で空き店舗だったんだけど新しい店が入ったみたいで、よく見たらレイトン探偵社って看板がかかったんだ。探偵社って怪しいよね、どんな人たちなのかな。怪しくなんてありませんよ。レイトン探偵社のモットーはどんな 謎でも解決します。身近に起こったトラブルを解決するのがレイトン探偵社です。あ、君たちレイトン探偵社の人、これは失礼。いえいえ、お困りがあったらどうぞ。自分ちです、ただいま外出中。なんだこのブッサイクな猫は。ジバニャン、あ、違う。野良猫かしら。猫迷子でした。お母さんを探してあげないと。浮いてるねあいつ。やべえ。お母さんはどこ？ママ！森で動物の親子がはぐれてしまった。あみだくじで全ての親子がつながるようにお袖を出したい。最低何本必要だろうか。ね、最低っていうのが基本だよね。あみだくじの進み方は上からスタートして一方通行に進む。ね、でんってね、オッケーオッケー。むずくねこれ。これむずくね。マジ苦手なんだけど、網田くじって。これむずくね。
え、これむずくね？え、待って、これむずくね？だってさ、こう、待って待って、落ち着け落ち着け落ち着け。え、落ち着け？鳥はいいでしょ？ねえ、すべての親子がつながるようにしたい。みんな泣いてるもん、ほら。うーうーん。サギとかは一本一本でいいんだろうけど、これメモ機能とかないの？メモ機能あんの？メモある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 。で、ちょっと待ってな。だから猿とウサギは一本でいいんだよ。でも猿が猿やな、これ。困った。え、めっちゃむずいこれ。え、これこうやって一本書けばいいの？こうやったらいいの？これありなの？みんな、あみだくじってあみだくじってこれありなのかな、このやり方。わかんねえ。ダメそれ。なし。いや、く、一歩適当に考えてるけど、クマっていくとこうじゃん、二本じゃん。で、こう、鳥も考えたらこうじゃん。こう、こう、こう、こう。これでクマと鳥はオッケー。ウサギをオッケーにすると、こうで、猿はこうだ。で、オッケー。で、こう、完璧！ 1、2、3、4、5本！ 完璧？これ完璧ちゃうか、みんな。あかんこれ。え、あかんこれ。いけるやろこれ。完璧やろこれ。5本やろこれ。ねえ。これいけるやな、全部。全部賄ってる。全部賄ってる。なんだよ、なんだよ。謎って簡単だな、ほんと。僕の考えを聞いていただけますか？どやーい！なんとかなってよかったです。お母さんに会えてみんな嬉しそう。5本の横線の置き方は何通りかあるぞーっていうね。よかったよかった。で、謎です、これも。謎って言えば謎です。この猫別に迷子になってるわけじゃなさそうよ。よく見たら子猫でもないし、心配なさそうですね。ブサイクやな、お前、この猫。こんにちは。あら、あなたがブティックロビー、ブティックロビーに何か来よう？ちょっと入ってみようかと思ったんですけど。ブティックロビーは、ケイトさんという方が一人でやってらっしゃるんですよ。ほんと、あ、そうなのか。お洋服はもちろん帽子やアクセサリーも置いてあって、お気に入りのお店ですわ。ただ店長が一人で気ままに営業なさってるから閉まってることも多いんですの。あ、そうなんだね。仕事するかしないか気分で決めてるなんてのんびりしたお店なんですね。そういうこと言えねえだろうが。今開いてないのこれ。素敵な服が飾られてる。あら、開いてないのかな。ドアが開きませんよ。今日お休みみたいですね。あー、そんなん残念ですが、お隣ですからまた来ればいいじゃんっていう。あ、今行きたい気分だったのに。本当休みなのかな。開いてないかな。まあ、お気をつけ遊ばせ。何ですか？よくご覧になって、足元に水たまりがございますのよ。あ、ほんとだ、靴濡れちゃう。ありがとうございます、助かりました。いいんですのよ、靴を濡らしたくありませんものね。いいお天気なのに、どうして水たまりがあるんでしょう。やっぱり水の流れが悪いからじゃございません。水の流れが悪いといえば、こんな謎がございますの。無理やり持ってくるな、謎解きに。さあ、水の謎やぞこれが。皆さん、謎8番、南海の配管マリオ、おいえ。さて、複雑に入り組んだ水の配管がある。上にある8つのバブルのうち、正しい2つを回して水を出すと、下の配管の出口すべてに水を流せる。配管が分かれるところはどちらにも水が流れるが、水は下方向のみに流れるぞ。バブルを決めると、レレレレレって言ってね。え、これ、待って、これメモ機能マジでいいな、これ。メモで考えようぜ。例えば A を流すとさ、こんな風になる。ルトゥトゥトゥ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 ルトゥルトゥルトゥトゥ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 っていう感じで、めっちゃ流れるやん！なあ。で、これ逆算してみればいくね、こうやって。ドゥルトゥトゥドゥルトゥトゥトゥルトゥ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 って言えば。で、
これでよくね、いいとか考えたら。ねえ。ドゥルドゥドゥドゥル。あー、足りねえ。これバッツーっていうふうに。こうやって全部消しますか。で、これ、このやり方だるすぎるだろ。いや、だるくないでしょ、みんな。完璧無欠やろ。完璧無欠おけつやろ、これ。完璧無欠おけつ。なあ。いや、ありありのありやと思うんだけど、ダメだな、これ。で、じゃあ、じゃあ俺、いや、逆算方向行こう。G、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 G。おじいちゃんの G から行こう、おじいちゃんの G。おじいちゃんの G 方式行こう、G。おじい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 。G はなさそう、これ。G、ゴミすぎだよ、これ。G ダメだわ。G あかん、G。G より H にしよう、H。H ルート行こう、みんな、H ルート。H ルート行くと、H ルート。H ルート。H ルート。ちょ、みんな俺この、あが、H、ゴミすぎやろ、ほんま。お前、H あかんだ、ほんま、この H。H ダメ、H ダメ、みんな。F に行こう、F。F はいい。多分 F はいける。H はダメだけど、F はいける。さあ。H はできぬが、F はできる。待って、これも F もダメくせえな。ダメだな、F も違うわ。みんな、わかった。全部、俺を全部信じてくんないか、みんな。みんな、ダイダラを信じてみないか？いいか？俺を信じてくれ、みんな。B だ、答えは。な、B だ、答えは、絶対。いくよ。ねえ、B、B、B は絶対強い。ねえ、ここ、待って。でで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 でってね。ほら。すごい行く。B 君すごい。B 君すごい勢いある。勢い感じる、B 君。B 君の勢いすごい。熱い。B の勢い熱い。B 君すごい。B 君すごい。いやでもこれきついな。まあこれ難しいよこれ。俺もこれ苦手かも。ねえごめん無理かもしれん。これちょっと待って心折れてきた俺。みんな D でもダイダラの D でいこう。ダイダラの D は大丈夫の D。 うん、大丈夫。みんな俺を信じてくれ。みんな。俺が今まで嘘ついたことあったか？いな、ないないだらです。あ、でも D も違うわ多分これ。え、これめっちゃむずない？これねえ、ダメだこいつの D だった。くそー。あ、めっちゃむずい。これな、これ。スタンプがあんの？丸バツ。あー、なるほど。そんなそうに。あんねんな。あ！世界は闇で閉ざされた。ゲームオーバー。いや、二つ選ぶんですよ、もちろん。そうですよ。わかってますよ。二つですよ。当たり前でしょ。当たり前、前田くんですよ。当たり前田くんです。あ、めっちゃむずいな、これ。ねえ。ちょ、もう一回行くで、みんな。ドゥ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 ルドゥ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 ルドゥ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 ルドゥドゥドゥルドゥ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 ルドゥ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 。いや、ここで合流してたら意味ない気するんだけどな、ほんと。ドゥ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 ルドゥ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 。だからね、いいも雑魚すぎるな、こいつ。もうないよね、行くルート。雑魚、ここまで。ドゥ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 ルドゥ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 やな。あとこれ何いく？二ついってるとこないやろ、これ。あと、これも全部賄えるやつ。B いけんじゃねえ、これ。待って、B いけん。ちょっと待ってない？待って、ドゥ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 ルドゥドゥ。ちょっと待って、これ。色変えれないから、色。色、あ、太ペンとかできんの？太ペン。ドゥ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 ルドゥ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 ルル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 ルいい。あ、ちょ、ずれた。それが俺の答えだ。どうだ。よーし、読めたわ。
謎解明、これ結構難しかったな、ほんと。これ、総当たりやないの。結構しんどかったね。A もいけんちゃうかな、B もいけんちゃうかな、C もいけんちゃうかなって色見てたらね、ほんと。今みたいな謎は俺苦手。うん。俺得意な謎と苦手な謎はっきりしてるタイプですので。まあ、こんな風に溜まった水流れてくれたらいいのにね。ここは雨が降るといつも水溜まりができるんですの。雨？昨日雨なんて降りましたっけ？近所の奥様から疑った話によると、昨日の深夜雨が降ったそうですわ。雨といってもほんの一時だけ、通り雨のようなものだっただけですわ。待って、これさ、クソみたいな謎解きすると、時計の針は、パン、もしくはチョコレートで、雨によって溶けてなくなったっていう、クソみたいな謎解きじゃないこれ。俺、それだったらちょっと怒っちゃうかもしんない、みんな。大丈夫？ほら、なんかもうひらめいちゃったもん、最後、ほら。ひらめいちゃった、ほら、全部揃っちゃったもん。なあ、嘘だろ？そんな答えなのか、これ。ひらめきピース、深夜の雨。そんなでかいパンは作れん。まず、ひらめき完了！溶けちゃったよ。嘘だろ？ねえ。はい。カトリーたちは気づかなかったが、昨日の深夜雨が降ったのだ。ほんの一時の通り雨。ね。じゃあ解決しますか。解決！わかったわー！ビッグベンの針がどこに消えたのか。なんだって本当か、カトリー。本当よ。すべて謎は解きました。犯人は誰なんです？まあまあまあ、慌てないの。事件の真相を話すなら、明日ポアロ警部も呼ばなくちゃ。そういえば、スコットランドヤードの分析の結果出た頃ね。分析結果もらってきてくれる。付着物。だからチョコレートとかパンとかじゃないの、絶対小麦とか。それが手に入りしたい事件の説明始めるわ。やっぱそういうことなんやろかな、多分。ねえ。さっぱりわからん。わからんちん。時計の針が一夜にしてなくなるわけがない。いえ、そうとも限らないわ。限らなすび。針が一夜にして溶けることだってありえなくはないです。いや針は溶けねえけど、パンは溶けるね。うん、そうか。時計の針は巨大なモナカで作られていたのよ。いや、モナカ？だろう。そうか。モナカと思われる成分が検出されていますね。あ、出てんだ。モナカだったわ。どういうことだ。あっさり行くな、解決。溜めないよね。犯人はこの中にいるから溜めないの？ねえ、結果から言っちゃうタイプね。現場から検出されている成分が、うん、モナカの材料に使われているものと一致しているんですよ。ほう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 。最初はこの成分は何の組み合わせかと疑問でしたが、モナカであれば辻褄が合います。クマちゃんと一緒やな。しかし常識で考えて絶対おかしい。常識にとらわれない、それがレベル5やからな、うん、おかしくありません。ファイアトルネードやから。ゴッドハンド、ゴッドハンド。現実はいつも稀有なものなのです。超次元かな、いつもあそこは。は？おそらく犯人は普段から大きなスイーツを作ることに手慣れている人物。あ、やっぱりというところでしょう。あいつだ、犯人。タイトル見て犯人分かっちゃうやつじゃんけ、これ。では巨大なモナカを作れるお菓子職人を当たってみましょう。あいつしかいねえ。出た、こいつら。で、ズバリ、あんたら。なんだあんたらか、また来ちゃったのか。ビッグベンの時計の針が消えた事件の犯人。は？あれ、あなたですよね。え？あなたですよね。変な言いがかりはやめちゃってくれないか。そもそも証拠ならありますよ。これです。ズバリ。それは針の設計図。ああ。これはあなたが書いたものですよね。お菓子職人である弟にビッグベンの針の代用品を作らせるために。そのでかいモナカ作ったのすごいな、確かに。売っちゃったの、もしかして。金属の針を、もしかして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 。私の不注意で針を落下させちゃってしまい、はい、針はポッキリと折れちゃってしまいました。あ、折れちゃった。その代用品との有効会見を控えて、うん、とんでもない失態を。あ、それで責任逃れのために。そこで考えた一時しのぎがモナカの針だったわけですね。それが針、雨によって溶けちゃったわけだ。はい、そっか。それしか手がなかったんです。でも弟に罪はありません。
全部私が計画しちゃったことですから。なあ、素直に謝ったら修理できなんちゃうかそれ。なあ、そんな兄さん、言い出しちゃったのは僕だよ。バカ、お前はただ俺の指示に従っちゃっただけだろ。かばい合うな兄弟愛か、お前ら。ズバリ顎の形もそっくりやけど、双子が。え、何？モナカの針なんて素敵すぎるじゃないですか。もう一回作ったらどう？もう一回作ったら。しかし、人を騙しちゃったことには変わりない。こんなことをやっちゃった俺たちはどうすれば。ねえ、刑務所禁錮10年ぐらいかな。分からんけど。それなら簡単です。何？もう一回作る？え？もう一度作るんですよ。わあ、やっぱもう一回作るのか。モナカの針。そして、その針を隣国の大使様に召し上がっていただきましょう。あら、英国のビッグベンの針を振る舞うなんて最高のおもてなしだと思いませんか。中身ちゃんと作んなきゃいけねえじゃんそれ、大変やぞ。おお、シンクロしてる。あら、美味しそうやな。英国はエンターテイメントを分かっていますね。オーイエーイ。こうしてメラーコ氏の会見は和やかな雰囲気で終わりました。まあでも確かに洒落てるよね。ビッグベンの単身がね、今ないからね、ここに持ってきましたって言ってさ、スイーツで出てきたら、ちょっとなんか、おーってなるよね。洒落てるじゃんみたいな。英国、なんか対応力ある国って感じだよね、ほんと。英国と隣国の友好は今後も続いていくことでしょう。英国紳士感ある、これは。やっぱりカトリーさんはすごい人です。せや、まさか。でもすごいの俺やけどな。あんなとんでもない推理が当たるとはな。すごいな。そうよ、マジ。現実はいつも稀有なものなのです。それが口癖なの？稀有なものなのですっていうのが、はい。稀有稀有ですね。よし、それでは皆様、じゃあ今日この辺で終わるか。ちょっと2時間じゃあチャート、じゃあもう終わりっつってんだろ、進めちゃダメ。はい、ということで、じゃあ皆さん今日はこの辺で終わりにしましょうか。で、ちょうどチャプター1終了ってタイミングでいい感じですのでね、こんな感じでね、今後も毎日進めていきたいと思います。まあ見てもらって分かる通り、私は謎解きがとても得意です。で、まあいつも感じる知的なね、ゲーム実況者ダイダラのね、その知性の片鱗をこのゲーム実況で味わっていただけたらと思います。ぜひとも皆さんもね、今後も楽しんで見ていただければと思います。それでは今日は終わりましょう。見てくれてありがとうございました。また何かの動画、生放送でお会いしましょう。アスパよ、じゃの、またな、みんな。いや、ゴールデンウィーク中に終わらせるの目標な。またの。